お疲れ様です。あ、ちょいさ、ちょまだ時間ある、大丈夫だよ。ちょい一回しちゃって。どうした？いや、最近ちゃんと喋れてないなって。そうか、まあ喋ってるか最近さ、俺催眠術の仕事が結構忙しくなってきて、まあ、なんかその催眠療法の話とか、あと催眠術の学校とかもこう始めて、結構忙しくなってきて、YouTube こう編集する時間が結構きつくて、まあきつくてもこう再生回数が伸びてたらもういいんだけど、まあちょっとずつ上がってるけど、まあこの調子でいったら10万人いつ行くんだろうみたいな、なんかそう先が見えない不安というかっていうのが最近ちょっと、まあ2ヶ月前ぐらいからあったのよ。結構前だね。それがちょっとどんどん大きくなってきて、本当にこの YouTube チャンネルって必要なのかなみたいな解散っていうのかな、解散っていうドッキリでーす。わっしょー。僕らって日常の中でそのままカメラ回してるんで割と素が出てると思うんですけど、ハッチョリって催眠術にかかってばっかで、なんか心の奥底が見えてないと思うんですよ、皆さんには。なので今回は初の解散ドッキリをして、ハッチョリの心の奥底を見ていきたいと思います。企画やっていこう。大丈夫かな、解散してないから。今すぐではないけど、解散動画1ヶ月後ぐらいにはそういう動画もあげようかなみたいな。解散動画？そうね、なんかもうちょっと疲れてしまって固まっちゃったの、その解散っていうのは。まあ割と心の中では疲れたかなって思って。でもだってさ、まあ確かに10万人までは程遠いかもしれないけど、まだだけど、やっともうこの二人でっていうのが定着したじゃん。今やっと軌道に乗ったまではいかないかもしれないけど、やっともうなんか認知され始めてきたじゃん、この二人がって。これからだと思うけどな、私は。今やってて楽しいし。まあでもハッチョリは自分の TikTok もさ、今10万人以上いってるじゃん。ハッチョリの場所は TikTok にあるんじゃないかなっていうそんなわけないでしょ。だって私が元はさ、ここなんだよ。ここがあったから TikTok があるし、配信のコメントでも、あ、催眠術の方だよねってめちゃくちゃコメントくるもん。みんなからしたら私は催眠術の人なの。だからこれでじゃあ解散しましたってなったら、ただのセクシーな女だよ私の居場所は、まあ、実際ここだし、 TikTok じゃないから。そうか、まあでもきっとファンはもう TikTok でね、ハッチョリに会えるし、なんか絶対的なここの理由ってハッチョリにあるのかなとか思ったりするんだよね。まあやっぱ一緒にやってきて、楽しかったけど、やっぱこう先が見えない不安って拭えないというか、もう難しいかな。でも先が見えないのはさ、ずっとそうだったじゃん。で、私も TikTok 始めた時もなってさ、もう本当に先見えなくて、もうバズんないし、バズんないし、バズんないしが続いて、もうめちゃくちゃ嫌になってさ、もう一時期投稿しなくなった時とかあったじゃん。だけどやっぱ大さんがさ、いや、ハッチョリは持ってるからってめちゃくちゃ上げてくれてさ、で、まあやり続けて、まあ、どん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 、なんだろ、視聴回数もフォローしてくれてる人も増えてって、今があるじゃん、10万人も超えて。だからもう、今やめるのはもったいないと思うんだよね、 YouTube の。だって私言ったら一生ついていきますって確かにそう言ってくれるのは嬉しいけど、疲れと不安がそれが一番かな。私は無理に解散なんて許さないとか言うつもりはないけど、今ここでじゃあもう解散しよう、1ヶ月後に解散動画出そうはもったいないし、多分絶対後悔するから。だって今までさ、私が加入する前からもずっと続けてきたわけじゃん。なのにここで切るのはもったいないしさ、だったらまだ休止をしてもうちょっと2人で考えた方がいいんじゃないかな。なんでそんなに続けようとか頑張れるとか思える？だってうちらの出会いはまあ
まずオーディションからじゃん。オーディションでじゃ一緒にやっていこうって言ってくれて、私まずそこで一緒にやっていこうって言ってくれること想像してなかったから、あの時めちゃくちゃ催眠かけてくれて楽しくて、でそしたらもうやろうって言ってくれて、もともとファミリーがいたわけじゃん。ファミリーがいた中もう2人でやっていくって決めてくれて、そこでもうめちゃくちゃ嬉しかったの私の中で。あ、もうこの人と頑張っていこうと思ったし、でその中でもう YouTube に関しても、まあ、プライベートに関してもその TikTok に関しても全部持ち上げてくれたのはダイさんだったから、この人のために貢献していこうとは思ってたし、ずっと私はやっぱり YouTube を通して相方として貢献したい。もうでも貢献してくれたよ私はやり尽くしたと思ってないよ、まだ足りないもん。めちゃくちゃ貢献してくれたよ。だからあっちの任務ももう間もなくで間もなくで終わっちゃうの。助かったよ。いや私はやめたくないな。なんか俺のためにとか嬉しいけど、なんかハッチョリがこれから YouTube をやっていくさ、目標とかってある？そうだな。なんかね、私はやっぱ催眠術かかるのめちゃくちゃ楽しいしさ、催眠術の凄さを知ってるからこそさ、もっと広めたいんよ。だってなんだろう、まだ広まってないし、私はもう広めたいしさ、今までもさ不妊症とか生理痛とか肩こりとか全部治してもらったわけじゃん、催眠術で。そういう催眠療法を広めたいんでしょ。だって今はさ、ちょっときつい言い方するけど広まってないじゃん、まだ。もう催眠術師としては見てもらえてるかもしれないけど、催眠療法なんて広まってないわけじゃん。それはまだまだだから、これからもっともっと頑張って広めていかなきゃいけないとは思うよ。私もそれを手助けしたいから。でしたー。てててて。時でした。解散は？しない。はは。は？今のないんじゃ。あ、そんなこと思ってたの。はい。そう。いいやつじゃん。うわ、なんだよ今のなんだよ。はずい。時間返して。